アメリカ緑ひきがえるは、ひきがえるかひきがえる属に分類されるカエル。幼虫意外来生物。別名テキサス緑ひきがえる。アメリカ合衆国、メキシコ北部体長3.2から5.4センチメートル。体色は緑色で、背面には不規則な暗色の反紋が入る。皮膚はイボ状の突起で覆われる。オスの下顎は暗色。乾燥した草原や、 岩場等に生息する。夜行性で、昼間は岩の下等で休む。危険を感じると体をより平たくする防御行動をとる。食性は動物食で昆虫類や節足動物、甲殻類、陸生の貝類、ミミズ等を食べる。素早く舌を伸ばして獲物を捕らえ飲み込む。繁殖形態は卵性で3から9月に水たまり等に卵を産む。 高雨量が少ない年は卵を産まず、産卵は翌年以降に持ち越される。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されていた。しかし2005年に、外来生物法により引きえる属が数種を除いて、未判定外来生物に指定され、引きえる属のほとんどの種の輸入が停止した。本種自体は、流通量が多く輸入例が確実ということで、 要注意外来生物には指定されたため流通、飼育に法規制はない。2007年頃は輸入が停止していたが、2015年現在は流通が再開されており、主に容体や生体が少なからず、ペットとして販売されている。ありがとうございます。